竹さん、いろいろありますと。大変ですよ。最近あの雑誌とかはですね、うん、しかしあれだな、新聞ですね、あの松村も今日ジョッキー初めてだから上がってんじゃないかおい。バカ野郎、うざいよ。松村と松村のね、マドラ別にね、あのリラックス、お前が松村なんだよ。何言ってる、お前が松村だろ、お前が松村だよ、お前松村、どっちなんだろう。まあとりあえず聞いてみましょう、ね、リエちゃんとですね、なんかあるんじゃないかという世間はなんか疑ってますけど、それただの噂だよ。本当はあのお母さん、お母さん、お母さん、お母さんですか。よ、本番でこういうこと言うけど後で謝んだよ。松村がよ、俺の真似するんだけどよ、似てねえから訴えようかと思ってよ。お前だって手にネタ書いてて。お前はアドリブ聞かねえんだから、お前全然。お前は全然アドリブ聞かねえんだから、松村、すいません。待って待って、だから言ってないって。俺は気がつかないよ、言ってらっしゃるよ。プロレス見てらしいな。プロレス会場やろう。お前が言ったら、お前は何様だ松村。お前ジョッキーだよ、お前は普通。お前こういうことするか、お前。ファンクラブサボってプロレス行くな、お前。お前だ、お前が言ったの。言ったの、お前だろ。お前だろ。お前だろ。仕事サボってプロレス見てるの。お前ともクロストークやれないよ、お前。お前は。お前松村じゃないか、お前単なる松村じゃないか、バカ野郎。おう、パンかけちゃう。